工藤会先鋭化の背景に去る8月4日、特定危険指定暴力団、工藤会で総裁の野村悟被告、74、に死刑判決が、ナンバーで会長の田上不義雄被告、65、に無期懲役の判決が下された。両被告は、北九州市や周辺の出漁協の元組合長が射殺された事件のほか、元警察官や看護師らが襲撃されて怪我をした事件に関わったとして殺人などの罪に問われていた。極刑宣告は、工藤会が警察や市民に対して牙を剥き、先鋭化していった結果だったわけだが、その裏では、五代目山口組中野会の中野太郎元会長、享年84、学童会の参謀役を務めているのでは、という説が時につきまとったという。中野会若頭補佐を務めるなどした後、005年に堅気となり、現在は暴力団員の構成を支援する NPO 法人、五人会、代表の竹垣悟氏が語る。喧嘩太郎の異名を取った中野元会長が脳梗塞の発症から回復できず、亡くなったのは今年1月のこと。中野元会長は暴力団史に残る、匠若頭襲撃事件の責任を問われ、五代目山口組から絶縁処分が下された人物だ。1997年8月、新神戸オリエンタルホテルの喫茶店で、五代目山口組の匠勝若頭が4人の作業服姿の男に銃撃される事件が発生した。匠若頭は搬送先の病院で1時間後に死亡。隣席に座っていた司会も流れ弾に当たり、その後に亡くなったことで、放送への風当たりは一気に強まることになる。犯行は中野会関係者によるものと直後に判断された。竹垣氏によると、親分、中野元会長は酒飲んだらわけがわからなくなるタイプで、ある酒の席で、中野会風紀委員の吉野和俊と一緒にいるときに、匠を殺せ、と言ったのが真相ではないでしょうか。その吉野が総指揮者となって、匠若頭は銃撃されたのです。報復、団結、沈黙、という3つの掟絶縁処分を不服として、解散せずに一本どっこ、どっこ、の道を選んだ中野元会長だったが、最側近が相次いで射殺され、結局は解散届を大阪府警に提出するに至る。003年に脳梗塞で倒れ、5年に引退し、しばらく大阪に住んだ後、福岡県の門司に移り、以降は九州を転々としていたという。ちょうど愛前後し、警察は工藤会壊滅のため頂上作戦を展開していました。中野元会長の基本スタンスは、何でも殺して前。やられたらやり返せ、です。両者のスタンス、考え方は重なるところが多く、工藤会の軍師を中野元会長が担っているという噂がまことしやかに流れたこともあります。実際、そんな事実はありませんでしたが、中野元会長が所属した建隆会やその上部団体の山県組では、元会長が作った、報復、団結、沈黙、という3つの掟が強く信奉されていました。酒を飲みながらね、劇を飛ばすんです。山県組の中でも超武闘派であり超過激派でしたね。ある時、中野会の若い衆が警察による取り調べ中に亡くなったことがあった。警官に柔道技などで絞られた結果だと言われている。時代も時代やったから、メディアを集めて決起集会みたいなこともやりましたね。それで、取調官のところへ犬の首を放り込んだんですね。馬の首を登場させたゴッドファーザーの真似をしたんですね。もちろん返し、報復、としてね。
結果的に、取り調べに関わった3人の刑事は飛ばされました。話を工藤会に戻すと、判決が言い渡された直後、福岡地裁の裁判長に野村被告が、なんだこの裁判は。全然公正やない。全部睡眠。あんた生涯、このこと後悔するよ、と異例の発言をしたことで、世間の耳目を大いに集めた。